皆さんこんこにちは本日の「米国株トレーディングフォーカス」ですけどもアナリストによる EPS 情報修正傾向の銘柄決算発表シーズンを控え注目高まると題しましてご説明の方をですねしていきたいと思いますでは早速参りましょう本日ですねテーマは全部で2つございまして1つ目が米株のマーケットの動向 で2つ目が参考銘柄ということで5つほどですねご紹介していきたいと思います。なお今回の参考銘柄につきましては市場の予想における当四半期ベースの EPS が、まあ、情報修正の傾向にある中でその中で年初来パフォーマンスがですねプラスの銘柄をですねピックアップしてきているというような形になっております。 でではですねまずあの米株のマーケット動向ということで、えー、こちらにございますのがあのアメリカの株個別の株および ETF のですね、えー、売買代金のランキングになっております。まあ、過去2週間弱のですね、えー、売買ランキングなんですけども、えー、まあ引き続きあのトップがエヌ i ディアということで、まあ、非常にあのやっぱ人気のですね、まあ、長期化というのがですね、まあ、続いております。 2位と3位がインデックス系の ETF になっておりましてそのほか全体的に見ますとマグニフィゼント7が売買代金が多いんですけれどもそういった中でそれ以外のところで言いますと例えばスーパーマイクロコンピューターとかアドバンストマイクロデバイスだとかそういったところの銘柄の売買代金が高くなってきているというのが特徴になっております。 まあ売買代金というのはやはりその市場のですねまあエネルギーといいますかまあ人気を測るですねまるバロメーターの一つになっておりますのでまあこういったところもですね一つまあ投資の参考になるんじゃないかなというふうに考えておりますえではですねこちら引き続きあのマーケットの動向ということで今アメリカの主要株価算指数まあいずれも非常にまあ強い動きなんですけどもまあ地利高でまあ強いんですが。 まあ、そういった中で、えーまあ、左側にあるグラフでございますけれども 3dp500、えー、指数の中で、えー、52週高値および、まあ、安値をつけている比率およびンド p 5 0 0指数のです、ねまあ、推移を表しております。ブルーが で、まあ、あの株がまあ、地利高であの、上がってきている中で。まあ、五十二週高値のですね、えー、銘柄の割合というのが、まあ、高くなってきているという形になっております。一方、右側にございますのが、あ今度株価がですね。二百日線を超えている銘柄。まあ、二百日線を超えているってことで、やはり株がしっかりしていると。いうようなことになっていくわけでございますけれども。まあ、全体的にその比率というのが、上昇傾向にございまして。今、足元ですと、お八割強の。 水準になってておりまして、えーまあ、先ほど申し上げた52週高値の比率と200地点を上回っている比率、まあ、引き続き堅調でございますのでやはりこう株価のモメンタムっていうのがですね個別株のレベルから見てもまあしっかりしているというようなことが一、まあ、つ指摘できるんじゃないかなというふうに思われます。 でここからですね、えー、少しちょっとこのあどまりの話が、まあ、ちょっと続いていくわけなんですけども、えー、こちらにございますのは S&P500 指数の中で、えー、1980年以降のデータをま取ってるんですけども、えー、1月から3月まあ,あ3か月ですね、えーまあ、株がこう上がった年における、えー、年間のですねパフォーマンスをですね、えー、表しております。 まあ10個ぐらいのですね、年が該当しているんですけども、まあ、見ていただきますと総じてですね、まあ、1月から3月いずれの月も上がった時っていうのはその年間通してもですねプラスになっていることがああの分かっております。まあ、こちらに表示してある通りなんですけれども、まあ。ということはですね今年2024年ですね1月から3月。 3ヶ月ですね月間ベースで株はプラスになってきておりますので、うん、まあこういった過去のアノマリというのがですね、えー、まあ注目されてくるんじゃないかなというふうに思われます、まああのまあ、すなわち今年も年間を通してみるとですね、まあ、しっかり株,価の方株,が,株がですね、まあ、上昇してこう終わる可能性がですね、えー、まあ高いのではないかといったところがこういったアノマリから一つ、えー、まあ導き出すことがまあできるんじゃないかなと思われます。 引き続いてです、ね、同じように、まあ、アノマリーのです、ね、ご紹介になるんですけども、えー、今度はですね、えーまあ、今回、えーとまあ、同じようなアノマリーなんですけども、えー、こちらにございますのは、えー、5ヶ月ー連続でですね3度 P 学指数が月間でプラスになった過去5期間のですねそれぞれのパフォーマンスを表しております。 な,んかなぜこのようなことをしているかといいますと、まあ、足元、えー、昨年の11月12月そして今年の1月から3月合計5か月ですね足元で連続でサンド PU 学習数というのは月間ですすねプラスになっております、まあ、そういったことで過去同じような時のパフォーマンスがじゃどうだったのかというのをですね見たグラフがこちらになっておりましてそれぞれ1か月後3か月後半年後あと1年後ということで。 グラフをですすねお示ししてございます過去5回のですね時からのパフォーマンスになっているんですけども、まあ、1ヶ月とか3ヶ月見るとですね、まあ、上がったり下がったりということで、まあ、まちまちなケースがまあ散見されるんですけども右の半分、まあ、すなわちあの6ヶ月後とかですね1年後見ていただきますと、まあ、パフォーマンスが総じてやはりこう好調になってくることが多いので。 今回こういったまあ5ヶ月連続で今エサンのペイガ指数月間プラスになってきておりますので長期的な観点で言いますとやはりこうフェーバーなあ動きとしてまあ注目できるのではないかなというふうに考えております。でさらにですねこちらもあの周りになっております。今度はあ過去20年間の平均のですね月次のパフォーマンスをですねエサンのペイガ指数の えー、まあパターンでですね、お示ししたのがこちらになっております。まあ左側から1月で一番右が12月、それぞれ過去20年間の平均のパフォーマンスになっております。でこちらま見ていただきますと、年間を通してみるとですね。 えーまあ、7月とか11月がまあ一番いいんですけども4月もですね左から4つ目ですね4月なんですけども、えーまあ、その7月11月続くですね、まあ、高パフォーマンスを過去を平均でいうとですね、まあ、上げておりますので、まあ、やはりこういった今まで申し上げたあのマリをですね勘案するとですね引き続きまだアメリカの株認識に関しましては堅調、まあ、な動きがですね続いていくのではないかなというふうに思われます。 でまあ一旦ここで丸の,の話は終わりにいたしまして続いてはです、ね、今度はのフローですね今どういったセクターにです、ね、お金がこう入っているのかあるいは出ているのかというのですねセクター ETF のフローからです、ね、見たものがこちらのグラフになっておりまして一番右があの3月時点のところなんですけども、まあ、3月時点で言いますとセクター別 ETF プラスになってきておりますので資金が今セクター ETF にです、ね、こう入ってきていると。 いうようなことが、まあ、主されますでじゃあどういったセクター ITF にお金が入っているかといいますと素材とかですね、えー、不動産とか、えーまあ、産業とかですね、まあ、そういったところに、えーまあ、お金が入ってきているというのはですね、まあ、結構、まあまあ、目立ったところに、まあ、なってきております。 そしてですね、まあ、あの今月もう少しいたしますといよいよこう決算発表シーズンになってまいりましてまたアメリカのこう注目材料がですね、えー、マクロの経済指標から個別企業の業績にですねこうまたこう移動するようなですね、まあ、タイミングにまあ差し掛かろうとしているわけなんですけども、えー、こちらにございますのが S&P 具合指数をですね、えー、各業種ごとに分けた時の えー、今年の第1クォーターまあ、さに13月期のですね上向きになっているのはプラスで下向きになっているのがですね、まあ、マイナスの成長ということなんですけれども、まあ、見ていただきますと、まあ、今回の第1クォーターの EPS の成長に関しましてですね市場の予想によりますと、えー、例えば、えー、通信サービス一番左の方の通信サービスですね。 あと情報技術、右から3つ目には情報技術、あと交易とかですね、この辺りの増益のですね見通しというのがですねまあ結構、他に比べて高くなる、すなわち今申し上げた3つのセクターに関しましては業績がですねまあ良さそうだというようなことがですねまあこういったところからですね読み取ることができます。 したがってこういった今申し上げたようなですねまあ3つのセクターがですねまあ決算に前に向けてですねちょっとこう注目されるような動きがですねこう想定されるんじゃないかなというふうに考えております。それではですねまあ以上を踏まえまして参考銘柄ということで5つほどですねご紹介していきたいと思います。まあ、冒頭申し上げたとおりまあ今回の参考銘柄に関しましては 当四半期のですね EPS の成長率市場予想の成長率がこう情報修正の傾向にあってなおかつ株価の年初来パフォーマンスがプラスになっているというような銘柄の中からですねいつ,いつピッックアップしてございますまずあの一つ目ですね半導体、まあ、今アメリカ今年のですねセクターの主役になっております半導体の中からですね一つ目ですね マイクロンテクノロジーという株になります。まああの例えば D ラムとかですね、フラッシュで大手の世界的大手のですね半導体のまあ企業になっているんですけども、えっとまああのポイントがですねまあいくつかございまして、まずあの一つ目ですね、えー、先だって、えー、決算発表をいたしました。十二月から二月期のですね決算発表したんですけども、そのですね増収率というのはまあ結構高い。 ものがございまして前年比でですね6割弱ぐらいのですね非常にまあ高い増収をですね達成いたしましたでまあマイクロンのこの半導体というのはやはりどうしてもこのシクルイカル的なですねえ動きをまあする傾向があるんですけどもでまあそういったところで過去ですね5四半期ほどはですねえ減収が続いている時もあったんですけどもそれ以降は あ、2。四半期連続でですね。増収が今なっております。すなわちマイナスの成売上の成長からですね、えー、増収にですね。今転じてきています。で、かつ今後無効数四半期にわたってもですね。増収がまたさらにこう伸びるようなですね、えー、見通しになってきておりますので、ファンダメンタルズ的にですね。こう企業としてこう評価されやすいと今言ったようなあ。金運がございます。 まあそういった中で今こう半導体といいますと AI ブームというのがあるんですけどもまあプレスリリースの中においてもですね会社側はまあ自社の認識ということでまあ AI のですね今後の複数年における成長がまあ,あるわけなんですけどもまあ半導体業界においてもですねえ最大級のですね恩恵を受けるまあ一社であるというようなことでまあ自社をですねまあ位置づけておりましてまあ引き続きですね の AI の波に乗っていけるような企業として評価されるかと思われます。で今後ですね注目される材料といたしましてはエヌビディアがですね、えー、まあ AI の新型の半導体を今後出していくんですけどもその中にですねマイクロンの半導体が組み込まれる予定になっておりまして今後来,期来年のですね こう増収率に関しましては、マイクロンが NVIDIA よりもですね、こう高い増収率にですねなる見通しになっておりますので、まあ、NVIDIA のこう次のですね銘柄、あ主役の半導体の主役になれるような企業として、今マーケットの評価がですね、まあ、結構こう上がってきているというような今状況になっております。 で株価の方もですねこちら下の方に過去1年間のチャートをですねお付けさせていただいておりますけども、えー、まあ年初来からですね結構こう上昇のピッチがですね堅調に推移してきているというのがですねご確認いただけるかと思われます。でこちらがですね、えー、とマイクロンの投資半期のですね市場予想の EPS 緑色が EPS になっておりまして。 えー、ブルーがですねマイクロの株価になっとるんですけども、えーまあ、条件に挙げている通りですね投資半期の EPS の成長率がですねあ成長がですねこう情報修正の今傾向にあるのがご確認いただけるかと思われます。まあ、それに伴って株価の方もですね顕著、まあ、にこう、まあ、連動するような形でこう上昇するようなですね動きが足元で今確認できているといったような状況になっております。 続きましてですね、今度は、ノルウェージャンクルーズラインということで、今度は世界的なですね、クルーズの会社になってきております。まあ、今後、夏とかですね、いろいろまたサマーバーケーションとか控えて、まあ、長期休暇を控えてですね、ちょっとこう人気化するような動きをですね、こう先取りするような。 あまあ銘柄になっていくかと思われるんですけども、まああのまあアメリカの会社ではあるんですけども、ヨーロッパ航路とかですね、アジア航路とかですね、まあカリブ海航路とかですね、まあ世界の人気の観光のところにですね、まあクルーズをですね、まあ運営しているというような状況になっております。コロナの時はまあ業績がですね、まあ結構カンバしくない状況が続いたんですけども、2023年12月期ですね、調整後 EPS ベースにおきまして。 4年ぶりに黒字にまあ転換ということになっておりまして足元でで黒字をですね達成してきてきおりますでまた加えましてまあその黒字が一過性ではなくてですね、まあ、少なくとも2027年の12月期ですね向こう数年においてですね えまあ増収増益がまあ期待されると、まあ、市場予想ベースで期待されるということで、えー、まあ業績のですね、まあ、回復今までちょっとこう低迷してきたのがですねようやくこうちょっとこう回復のですね、えー、トレンドにですね、まあ、乗っていけれるような銘柄としてまあ注目できるのではないかなというふうに考えております。 で同じようにですねこちらも、えー、と市場予想のですね投資半期 EPS の見通しそして、えー、株価の推位という形になっておりますそして3つ目ですね、えー、今度ウエスタンデジタルという株になっておりまして、えー、こちらはですね NAND、えー、フラッシュあと HDD ハードディスクドライブの技術をもとにしたデータストレージのデバイスおよびソリューションをですね まあ、提供している会社になっておりまして、まあ、大体売上ベースで言いますとフラッシュとですね HDD HD がですね、まあ、大体半分ずつぐらいのイメージになっております。で、まあ、最終市場製品で言いますと、まあ、クラウド向けがまあ多いと、まあ、やっぱりこのクラウドの分野というのはですね成長市場でございますので、まあ、そういったところの比率が高いということは、まあ、クラウドの成長の恩恵をですね、まあ、受ける可能性がまあ,あるんじゃないかということと。 えまあ日本的な関連で言いますとですねえ日本の半導体大手キオクシアとですねえフラッシュの生存合弁会社あ有しているというようなことでもですねえまあ知られている銘柄でございます。でこちらですねえ下の方にチャートをお付けしてございますけどもまあ基本的にこうまあ右肩上がりのですね非常にまあ綺麗なこうチャートをまあ描いておりましてえー非常にまあこうトレンドをですね 取りに行くような銘柄としてもですね、まあ注目できるんじゃないかなというふうに考えておりますで。こちら同じようにですね、投資半期予想の市場の予想のですね、まあ E.P.S. および株価になっております。そして四つ目ですね、ユニバーサルヘルスサービスということで、こちらはあのアメリカをメインにですね、救急の病院とかですね。 えー、まあそういったものをですね、まあ、手広くやっている会社でございます。で、まあ、病院なので、まあ、外科とかですね内科あと救急救命センターとかですね、まあ、総合的な病院ヘルスケアサービスをですね高くている会社になっておりまして、まあ、アメリカでは最大級のですね病院ヘルスケアサービスの会社として知られております。でこちらもあの業績面をですね 少なくとも2027年12月期まではですね増収増益が期待されるということのファンダメンターターが非常にしっかりしているような会社として注目できるんじゃないかというふうに考えております。で同じようにこちらがですね投資半競争の市場予想の EPS および株価のですね推移になっております。あと最後ですね えー、コンステレーションエナジーということで今度はあの公益まあ電力のです、ね、関連のところからあ一つですねピックアップしてございます。でこの会社はですねいわゆるそのカーボンフリーエネルギーのアメリカのです、ね、大手のまあ会社としてまあ知られておりましてカーボンフリーというのはまあ原子力とかですね水力とか風力とか太陽光発電とかですね、まあ、そういったところをまあ手広くまあやっている会社になっております。 で、まあ、発電のですね、大体90%ぐらいがですね、まあ、カーボンフリーということで、まあ、再生可能エネルギー関連というようなこともまあ言えるかと思われます。で、もう一つですね、言えるのが、まあ、足元のこれ AI、あるいは、 データセンターのですね、まあこうまあ、恩恵がですね、まあ、今後期待されましてやはりそういったところのです、ね、設置が増えてまいりますとやはりこの電力需要というのがですね、まあ、拡大していくことが想定されますしたがってまあ隠れたですね、まあ、この AI データセンター関連ということで電力株をです、ねまあ、位置づけることもですね、まあ、可能ではないかなというふうに考えておるんですが、まあ、実際株価のです、ね、動きまあ見ていただいてもですねこちら実は 年初来でですね、50%以上上がっておりまして、もうそういったところのですね、まあプレミアム感といいますか、あそういったところのまあ期待がですね、まあ下り込むような形で、今株価の方がですね、非常にまあ好調にまあ推移してきているというのがですね、まあ特徴になっております。あと最後ですね、こちら投資安息予想の市場予想の EPS および株価のまあ推移という形になっております。 それでは以上をもちまして今回のトレーディングフォーカスは終わりにさせていただきたいと思います。どううもごご視聴ありがとうございました